栃木県気候変動適応センターでは、県や市町のイベントを対象に環境省において発行されています夏季のイベントにおける熱中症ガイドラインにおいて暑さ対策として推奨されているミストとテントを活用した一時休憩所、こちらにありますミストテントの貸し出しを行っています。こちらですね、近年の気温の上昇や熱中症リスクの増加など気候変動の影響が深刻化する中で熱中症の予防対策に合わせて気候変動及びその影響についての普及啓発を行っています。こちらですね、テントの遮熱、またこちらの扇風機があるんですけども、こちらから出ているミストの気化熱と、こちらの扇風機の風が、複合的な対策によりまして体感温度がおおよそ4度程度低下することが期待されています。こちらで、環境のイベント等に貸し出す際にはですね、シールアンケートというものを一緒に、お渡ししているところです。こちらのシールアンケートはですね、皆様が感じている、気候変動の影響は何ですか、いやまた皆様が行われている適応策についてのアンケートを行っています。またこちらのミストテントなんですけども、昨年度から貸し出しを行っておりまして、今年度から新たなものを貸し出しを開始したところです。こちらにあります WBGT 系なんですけども、昨年の貸し出しのアンケートを実施したところ、 WBGT などのものがあるとより普及啓発が高まるのではないかなというお声をいただきまして、今年度より設置させていただいたところです。将来的にはですね、皆様のコミュニティでこのようなミストテント等を設置していただくことを期待しまして、県や市町のイベント等に貸し出しを行っているところです。近年の気温の上昇や熱中症リスクの増加など気候変動の影響が深刻化する中で、熱中症の予防対策に合わせまして気候変動の影響、また気候変動についての普及啓発を行うことを目的として行っています。こちらをご活用される方にですね、熱中症予防も適応策の一つなんだよというところを入り口としまして、より幅広く気候変動について知っていただくことを目的としております。私の所属する保健環境センターは地域の環境研究所の位置づけになっています。で、研究機関同士の横のつながりを活用して栃木県の畜産酪農研究センターというところ、畜産とか酪農の研究をしている部署なんですが、そこの適応策について取材をしてそれを掲載する予定になっております。栃木県は本州でミルクの生産が日本一の酪農県ということで、酪農は非常に重要な県の事業なんですが、牛は暑いのが大変嫌いで、夏になるとミルクの出す量が減ったり病気になったりするということで、少しでも涼しく牛を肥育するということがとても重要ということで、この牛舎の上に水の配管を敷設して、その配管から餌を食べる牛の首元に直接水をかけることによって牛の体温が低下すると、2度も低下するという研究が行われて、それを実際に酪農家の方たちにフィードバックするためのマニュアルに反映させて、そのマニュアルを公表して研究成果を適応策として活用しようという事業だそうです。それについて私どもの適応センター通信第5号で特集をして、一般の方にも知っていただいて適応について興味を持っていただきたいと思っております。栃木県では気候変動適応法ができたことを受けて、令和2年度末に栃木県気候変動対策推進計画という地球温暖化対策実行計画と地域気候変動適応計画を一本化した計画を作ろうとしています。で、まだこちらの計画は仮称ですけれども、2つが車の両輪として機能するような形で計画作りを考えておりまして、
気候変動適用の部分については基礎資料として昨年気候変動影響調査を実施したところです。気候変動影響調査の結果について簡単にご紹介させていただきます。影響調査をまとめるということで、はじめに地球温暖化気候変動、また将来予測シナリオのほかに栃木県の地域特性や産業の特性というものを簡単にまとめました。また栃木県ではどういった気温の上昇、また降水の変化が起こるのかというところを気象台のデータなどを活用してまとめたところです。その他、国の影響評価をもとに各種文献調査を行い、7分野、栃木県では41項目についていろいろ調査を行いました。文献調査等だけではわからない、現場で実際に起こっているのかどうか、どんな適応策が実施されているのかということを知るために、県庁の庁内各課と市町村の関係課にアンケートを実施しました。でそのアンケートの結果、栃木県で現に起こっている気候変動であったり、実際に行っている適応策であったりというところを把握しました。また行政関係者だけではなく、子どもたちは特に影響の出方が違うかなというところに着目をしまして、子どもたちの影響、また適応の状況というものを知るために、県内の小学校、中学校、幼稚園、保育所をいくつかヒアリング調査をしました。こういった調査の結果をもとに、41項目について栃木県の気候変動影響を評価しました。また評価をするにあたっては、栃木県の県民の生命や財産を守ることはもとより、栃木県が誇る主要産物や豊かな自然というところを重大であると考え、重大性に重みづけをし、そちらで選ばれた7項目について、まとめながら、この中でも特に国の影響評価でも重大性、緊急性、確信度が全て A となっているものを重点的、優先的に取り組む分野、項目として整理したところです。今後は気候変動影響調査の結果を踏まえまして、計画づくりの中で現に実施している適応策、各部局で実施している適応策に影響評価の結果、また守るだけではなくて成長につなげるといった視点も踏まえて、具体的な分野別の施策を検討し、計画づくりを進めていく予定としております。続きまして、私から栃木県気候変動適応センターの設置についてご説明させていただきます。栃木県気候変動適応センターは令和2年4月1日に開設しました。県の気候変動対策を推進する地球温暖化対策課と国関県との関わりが深い地方環境研究所である栃木県保健環境センターとの共同運営となっております。センター設置後、適応センターホームページを開設し、気候変動や適応策に関する各種情報を随時更新しています。その他、センター通信では県民の方が分かりやすく、また季節に合った内容の情報発信を行っています。最近では暑さ対策を取り上げさせていただきまして、マスク熱中症や熱中症警戒アラート、また日傘の効果などを取り上げた記事を掲載しました。今後は大雨や台風のほか、県の研究機関、市町、県内企業の適応策の取り組みなどを幅広く情報を収集し発信していきたいと考えております。